イルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。はい、ご視聴ありがとうございます。千尋でございます。エルダースクロールズオンライン、ファイアソング、プロローグの方、そろそろやっていこうかと思っております。だいぶちょっと間が空きましたというか、まあクエストのストーリーなんでね、あんまり配信がね、開始されてからすぐやってしまうと、まあネタバレになりかねないので、ちょっと間を置いてから、まあ、やろうかと、毎回ストーリーはね、守ってますので、このタイミングぐらいでいいんじゃないかなと、ね、思っております。というわけで、じゃあ早速、受けていきましょうか。まずはここからもらってからだったね。はい、プロローグクエスト、ドルイド王の逗留、重大な問題に関する手紙をドルイドローレルから受け取った彼女は、グレナンブラで会いたがっている。これはファイアソングのプロローグクエストであると。これをまあ受けましょうと。はい、大丈夫だね。というわけなんで、一回グレナンブラに行こうかと。グレナンブラのどこなんだ？ダガーフォールって言われてるわけじゃないからね。これか。イレッサン塔、イレッサンの塔、ここから行きましょう。なんでイレッサンの塔なんだろう。なんかもしかしたらウィレスと関係があるのかな。この場所って言われるとなんかちょっとね、ウィレスの魔女たちと何かあるんじゃねえかと思わせるね。いました、ドルイドロー。私の手紙を見て来てくれたのね、ありがとう。そうだよ。ああ、手紙を受け取ってくれたのね。来てくれてありがとう。魔術師ギルドのデュレフという私の友達が危ないのよ。私の力だけでは彼をファイアソングから守れない。ファイアソング、普段は自分たちの島から離れないドルイドのサークルよ。でも最近彼らはそこら中に姿を現して人々を襲っている、アーセンルート居留地で片付けたと思っていたけど、そうだね、デュレフが手がかりを探している時に彼らを見たそうなの。彼はどんな手がかりを探していたんだ。私は歴史家でね、ガレンのドルイドが大昔にハイロックを去った後、どうやって移動していったのかを調べているの。デュレフはこの辺りに詳しくない私に代わって先に行ってくれたんだけど、危険な状況にいるのよ。力を貸してくれる？何とかして報酬は払うわ。分かった、二人を手伝う。中入るんだ。イレッサンの塔だね。どこに？ここね。どう行くかな。こっちから行くか。
ミリがシナジーくれるな。で、食事を食べよう。切らしてた。ガエタネはまだいない。これ上だ。下だね、これは。あんたに勝ち目はないよ。やってるな。いる？え？下じゃねえな。こっちだ。そんなとこにこの石板の拓本を取ってるんだ。いやいや、気遣いな。ケラフ、イフレに感謝を。ファイアソングにやられてなかった。俺に心配はいらないって知っているだろう、ローレル。それより、これを見てくれ。見張っておくから、事情を話してあげて。杞憂だったみたいね。デュレフはファイアソングなんかよりはるかに大きな苦境を生き延びてきたんだから。でも、あのドルイドたちは残酷よ。無事に合流できてよかった。デュレフと話してきて、彼が何を見つけたのか知りたい。うん、ちょっと待ってくれ。また会えたな。ローレルにあの手紙を送った時は、彼女の雇う有能な助手というのがお前だとは思わなかったぞ。しかし、ちょうどいい時に来てくれたな。腰抜けのファイアソングどもの隙をついて、こいつを手に入れたんだ。それは何だ。古代の石板だ。古代の石板。この文様はトゥワッカの尻尾並みに古いが、上のシンボルはドルイド王を表しているぞ。それにこの模様は何かの儀式だな。だが他の3つのシンボルはわからない。ウィルドだろうか。見当もつかないな。どこでこの石板を見つけたんだ。さっきベルダーマのウィレスと会った。彼女ならドルイドがドルイドたちをシストロスへ連れて行く前になぜウィルドを訪ねたのかを知っていると思ってな。なるほどね。彼女は物語を思い出すのにしばらくかかったが、記憶が戻ってこの石板を俺に調べるよう言ったんだ。その石板にはどういう意味があるんだ。わからん。だからこの拓本を作ったんだ。これを持ってウィルドの木の近くにあるベルダーマのキャンプに行き、ウィレス・トーラに見せてくれ。ウィレス・トーラ。彼女がウィルドとドルイド王の物語を思い出すきっかけになるかもしれん。ドルイド・ローレルと俺もそこで合流する。わかった、ベルダーマ・ウィルドのキャンプで会おう。キャンプはベルダーマ・ウィルドの木のすぐ西だ。大丈夫だ、これはドルイド・ローレルに同行し、彼女を護衛してそこまで連れて行く。ウィレスが何か思い出してくれたことを祈ろう、うん、せめてこの石板の内容についてもっと詳しく教えてくれるといいが。なぜウィレスはこの石板を調べさせたんだ。はっきりとは分からん。彼女にドルイド王とウィルドに関する物語を尋ねたら、最初に思い出したのがこれだったんだ、うん、ドルイドと同様ウィルドも主に交渉の歴史を持っている。だからこの石板には特別な意味があるはずだ。なるほどね。ファイアソングが探しているのはこれだと思うか。砂と海にかけて、もしそうなら奴らは見当違いの場所を探していることになるな。ローレルに手紙を書いてファイアソングを巻いた後、連中の姿は見ていない。しかしまだいるはずだ。風の中に感じるんだ。なるほど。グレイブンディープの後はどうしてたんだ。忙しかったよ。ドルイド・ローレルは人遣いが荒いが、力になれるなら大歓迎だ。そういえばグレイブンディープでは協力してくれてありがとな。お前がいなければあの古い記録は見つけられなかった。生きてあそこを出ることさえできなかっただろう。よかったよ、言って。キャンプで合流しましょう。
まずはこの石板を見ておきたい。うん。ローレルからは？デュレフと私はベルダーマウィルドのキャンプで合流するわ。私はまずこの石板を調べたい。これは間違いなくかつてドルイド王との関係で用いられていた図よ。ウィレスが石板の残りの部分について詳しく教えてくれるといいけど。なるほど。ローレルはあれだね、アーセンリューと恐竜地の話してくれないんだな。まあとにかく行こうか。ベルダーマビードのキャンプ。ウィレスの木のとこなんかな。これか。へえ。あんなとこい、まあ、行ったことあるんだけどさ、なかなかあそこまで行かん。大体はこの木のところだと思ってたけど、旅のこらで行っちゃうか。近いとこあったけどいいでしょ。やっぱ入り口から入っていきたいじゃん。クマちゃんたちは、おとなしいクマちゃん。あれ、こんなところに新しくキャンプできてる。なかったよね、前までここ。これまたドロイドよ。あなたは奴らの仲間、来ないで。何があった？ドロイドたちはファイアソングと名乗っていた。襲ってきたの。あれ、なんてこと。お願い、彼女と話して何が起きたのか確認して。わかった。さっきあのファイアソングと名乗るドルイドたちが押し入ってきたの。そしてあなたがウィレス・トーラと話した魔術師と別のドルイドと一緒に現れた。あなたたちも私たちを襲いに来たの。ドルイド・ローレルはファイアソングではないし、傷つけに来たわけではない。何が起こったのか話してくれるか。ファイアソングのリーダー、アークドルイド、ミシエルが何かを開くためについてこいと要求してきたの。確かドルイド王の儀式場と言ってた。ドルイド王の儀式場。ウィレス・トーラがそれを拒否すると奴らは襲ってきて彼女をさらったの。その儀式場の場所を知ってるか。いいえ、でも本当に助けてくれるというならウィレス・トーラを無事に取り戻して。ドルイドたちはウィルドの木がただの低木だった時からずっとハイロックに姿を見せていない。だから彼らが現れた時、私たちは興味を持ったのに。あのドルイドたちのキャンプの位置をあなたの地図に記しておくわ。ここにドルイドのキャンプができたのはいつだ？つい最近よ。彼らが現れた当初、私たちは好奇の目で見ていた。私たちの大半がドルイドを伝説にのみ名前が残る存在だと思っていたからね。なるほど。彼らがキャンプを設営し始めた時、
私たちはただ見張っているつもりだったの。私たちが甘かったのね、うん、この石板はウィレス・トーラが調査のためにディレフへ送ったものだ。シンボルの意味はわかるか？石板？うん、いえ、こんなもの見たことがないわ。でも真ん中のシンボルは私たちが昔自然を表すために使っていたものと似ているわ。それに左下、ベルダーマのシンボルの一種のように見える。残りの2つは何を表しているのかわからないわ。なるほどね。アークドルイド・ミシエルがウィレスを連れ去った時、他に気づいたことあるか？あっという間だったの。ファイアソングは道を開くためにウィレスが必要だとかなんとか言っていて、うん、ドルイド王と儀式上のことも話していたわ。そんな話、あの魔術師がウィレス・トーラに尋ねるまで聞いたこともなかった。魔術師、デュレフのことか？そう、ウィレス・トーラはデュレフのことを好意的に話していたわ。彼は大昔にドルイド王がウィルドに会ったことについて何か物語を知らないかと尋ねたの。彼女は何か知っているようだったけど、他の長老たちに相談すると言っていたわ。だからトーラはファイアソングに誘拐されたの？どうかな、多分そうだ。ファイアソングのキャンプが本土に？ウィレス・トーラを見つけないとまずいわね。ローレル、ここで待っていろ。俺は友人についていくが邪魔はしない。ファイアソングを確かめに行く。お前が探索している間、後ろからついていくつもりだ。俺はキャンプ周辺を調べて見逃したものがないか確かめる、うん、心配はいらん。お前の邪魔はしないさ。お前が最初に立ち寄る場所で合流しよう。ウィレス・トーラを探すぞ。分かった。だいたい手伝ってくれないからな。キャンプを調べて、ウィレス・トーラの痕跡かファイアソングが彼女を連れ去った場所の手がかりを探すのよ。ファイアソングを見つけたら倒して、あの道をたがえた者たちは雑草のように刈り取ってやるべきよ。過激なこと言うようになったの。ドルイドが私たちを襲ったの。ウィレス・トーラを連れ去って他の者たちを傷つけた。なぜあんなことをしたの？アークドルイド・ミシエルがウィレス・トーラを連れ去った時、気づいたことあるか？彼はとてもイラついていた。ウィレス・トーラは落ち着かせようとしたけど耳を貸さなかったの。ウィレスに何かの儀式場への道を開いてもらう必要があると言っていたわ、うん、それ以外のものはどうでもいいと。同行する人は誰でもよかったみたい。なぜウィレスを特に必要としたんだ？わからない。ドルイドたちが来るまでウィレス・トーラと数人の長老たちは交渉の歴史を語り聞かせていたの。ドルイドやドルイド王に関係する物語を。でもアークドルイドが聞いた儀式場の話はしなかった、うん、あのドルイドたちは道を開くのにウィレス・トーラが必要だと言っていた。どうかしてる。奴らがキャンプを設置し始めた時、もっと疑うべきだった。ドルイドを信用していなかったのか？ホタルは蜘蛛のことなんて信用しないだろう。でも誰も耳を貸さなかったんだ。ウィレス・トーラはキャンプを見張れと言ったけど、それだけさ。私は安全のためにも彼らの意図を突き止めるべきだって言ったんだ。そして奴らは狙いを明らかにしてきた。私が間違いだったらよかったのに。うん、何か他に手がかりないか？ファイアソングのキャンプ、何箇所かあんのね。もう一つは、1、2でしょ。もう一箇所ない？見当たらないから、とりあえず見つかってるとこだけ行ってみようか。まずはここだな。こんな時のところにキャンプ。ハーピーの巣に
入ったぞ。一緒にやるよ。頼むぞ。これだ。ウィレス・トーラの姿はないが、あれは何だ。これか。アークドロイドミシエルへ。霊魂を我らの手中に収めなければならない。ウィレスたちに秘密の道を開くよう求めろ。だが協力しない場合、任務を完了するために必要ならどんな手段でも使うことを許可する。できればウィレスの長老がいいだろう。普通の自然の魔女よりも多くの知識と力を持っているからな。道が開かれ、私が教えた通りに儀式を行ったら、あとはいくつかの手順が残るだけだ。そうなれば自然の霊魂と聖なる種はファイアソングのものになるだろう。アークドロイドオールレイス。聖なる種？ファイアソングがアーセンルート居留地でストーンロアの種を探していたと聞いたが、ドルイドのウィルド訪問と何の関係がある？種が必要なのか。ではアークドルイドミシエルは別のアークドルイドから命令を受けているのか。イフェロンにいる誰かだろうな。奴らは何かの自然の霊魂を探していて、それを見つけるのにウィレス・トーラが必要なんだ。なるほど。彼女が役目を果たした後はどうなる。ろくなことにはならんだろう。だろうな。まあでも行かなきゃな。もう一回ここだ。戻ってだな。狼たちは死んでいる。これはウィルダのストーラの痕跡がないか探そう。なんかトーテムが落ちてる。ここに何か刻まれている。フリー、どういう意味なんだ。どういう意味だ。それはウィルダのトーテムだ。奴らはこれを調べていた。みたいだ。トーテムに刻まれているフリーという言葉は名前なんだろうか。自然の神イフレとの関係は。なんか来てる。ウィレス・ジョスリンなら詳しいことがわかるかもな。帰った。じゃあもう一回ジョスリンに話しかけてみようか。何かあんのか。何かあるの。初めて来るな、ここ。ファイアソングの野営地。おや。ここに何かいる。待って。消えた。いたよね、ここに。ちょっと読んでみる。東グレナンブラの地図。タグ沼だと。少なくとも進む方向は分かったな。ドルイド・ローレルとウィレス・ジョスリンに手に入れたものを見せに行こう。あれ消えた。え、消えた。消えた。ちょっと待って、怖っ。何？出たり消えたりしてる。近寄ったら消えちゃう。この距離で戦ったと。この距離で戦ったら、あ、この距離で戦ったら倒せる。なんだ、何のバグこれ。これバグだね、間違いなく。ウィレス・トーラは見つからなかったが、見つからなかったな。アークドルイド・ミシエルが自然の霊魂を探していて、ハグ沼に興味を抱いていることは分かった。フリーという言葉が刻まれたあの妙なトーテムもあったな。これでも十分な手がかりになるかもしれない。うん。
調べてみよう。戻ったのね、ウィレス・トーラは？見つからなかった。ドルイド・ローレルにファイアソングのキャンプで見つけたものを伝えに行ってくれ。ハグ沼のある地点を指した地図は特に重要そうだ。そうだな。その前に待ってくれ。ドルイドが私たちを襲ったの。ウィレス・トーラを連れ去って。あれ、ジョセリン？あ、いた。何か見つかった？ウィレス・トーラがどこに連れて行かれたか分かった？必要ならあなたたちで話し合って。でもお願い、急いで。ちょっと待ってね、急げと言われた。根とトゲにかけて。ずいぶんかかったわね。一瞬だけど自分であなたたちを探しに行こうかと思ったわ。何か見つかったの？ファイアソングがウィレス・トーラをどこに連れて行ったか分かった？彼女は無事？ウィレスは見つからなかったが、彼らがハグ沼に興味を持っていることを指す地図を見つけた。ハグ沼？そうだ。北東にあるあの沼地？うん。ふむ。ふむ。ファイアソングが地図に印をつけているなら重要な場所のはずね。急いで行きましょう。道をたがえた者、アークドルイド・ミシエルがウィレスに危害を加えない保証はないわ。他には何か見つかった？アークドルイド・ミシエルへの命令を見つけた。オルレイスというアークドルイドからのものだったな。命令ですって？見せて。ふむ。ふむ。アークドルイド・オルレイスはファイアソングサークルの長老よ。ファイアソングの中でも大きな尊敬を集める人物なの。なるほど。なぜ彼女はミシエルにここで自然の霊魂を手に入れさせようとしたの？諸島には自分たちの霊魂がたくさんいるのに。それでこれで全部？またファイアソングのキャンプではこのトーテムを見つけた。デュレフはウィルドのトーテムだと思ってる。興味深いわね。私たちドルイドは儀式にトーテムや呪物を使うの。これにも同じような使い道があるのかしら。それにここに刻まれた文字は何？フリー？聞いたことがないわ。他に選択肢がないわね。ファイアソングがウィレス・トーラをハグ沼に連れ去ったのかどうか確かめに行きましょう。わかった。ではハグ沼に行こう。地図の印は明確ね。ハグ沼でこの場所を見つけるのは難しくないはず、うん、何があるかしらね。あの忌々しい連中に遅れを取るのはもうたくさん。私たちの聖なる種を奪おうとしたと思ったら今度はこれ。一体どういうつもりなの？その聖なる種についてもっと教えてくれないか。聖なる種はドルイド王カソレインによってドルイドの3つのサークルに委ねられたの、うん、それが必要となる時まで保管し守るようにとね。なるほど。予言ではそのように言われているけど、その真意は何百年もの間議論の対象になってきたわ。どんな予言だ？カソレインの夢よ。私は伝達の石に刻まれた予言を読んでからドルイド王の物語にずっと興味を抱いてきたの、うん、もちろんそれぞれのサークルは予言の意味を違う意味で解釈している。私たちが意見を違えているたくさんのことのうちの一つね。なぜファイアソングはサークルの聖なる種を奪おうとしたんだ？あの忌々しい腐った根の連中がやることの理由なんてわからないわ。ストーンロアの聖なる種を手に入れようとしているのは明らかだけど、なぜ本土から自然の霊魂を得ようとするんだろう。さっぱりわからないわ。私たちは皆伝説を追いかけているだけなのかもしれないわね、うん、地図のその場所の近くには洞窟があるわ。東の海岸のあたりよ。呪われていると言われているから私たちは近寄らないの。なるほど。呪われている？そうか。じゃあそこだな。その場所で会おう。あれか、あのレディ・ローレントとスティモンズがいたところだね。飛んじゃおう。なんか狼が走ってきた。
先だな。まだいるんだ。多分また助けてもらうことになるでしょう。その時まで幸運を。だいぶ助けたよもう。スティボンズはこれはどっちのスティボンズだろう。本物か中の人入れ替わった方か。この辺り洞窟があるのかな。あるっぽいね。この先の道を開いてついていくわ。わかった。気をつけろよ。ファイアソングは何を仕掛けているかわからん。ウィレス・トーラを見つけたら彼女を守るために手段を選ぶな。うん。ドルイド・ローレルと俺も後からついていって援護する。なんで後からついてくんないっつうの。一緒に行けばいいだろう。助け合いながら。ここには奇妙な力を感じる。植物が振動しているわ。気をつけて。ファイアソングは危険よ。わかった。ありがとう、ローレル。一緒に来てくれてもいいんだよ。エイムヒルの洞窟。ウィルドの姉妹は放棄されて長いハグ沼近くの洞窟が呪われているとし、近づかないようにしている。あれだ。霊魂はすぐに我々のものとなる。あれがウィルトと。聖なる自然の霊魂の眠りを妨げるとは。口に気をつけろウィレス。霊魂はファイアソングのものになる。そうなる運命だ。急いでこっち。あの野郎、あそこまで行こう。勝負してやるぞ。本当に？俺だろどうせ勝負すんの。私と話して時間を無駄にしないで、ウィレスを助けなきゃ。ファイアソングにまた罪のない人を傷つけさせるわけにはいかない。そうだな、急ごう。霊魂を召喚できるはずがない。まだその時ではない。ウィレス、アクドルドに立ち向かうつもりか。もうお前など必要ない。さあ消えてもらう。いい準備運動になった。やばい、やられてしまうぞウィレス。トーラム、これだな。ちょっと待て、大事な写真撮ろう。なんだこれ。
で、なんだこれ。卵みたいな感じだけどな。調べられる？調べられません。ウィレス・トーラ、無事か？ダメだ、近寄るな。待て。お前たちと遊んでいる暇はない。第二の儀式場が待っている。ウィレス・トーラ、大丈夫？大丈夫か。ああ、デュレフ、あなたたちは間に合った。ありがとう。ソガキめ、我々に恐れをなしたか。アークドロイド・ミシエルはとんだ腰抜けだな。きっとそのうちにチャンスが訪れる。ウィレス・トーラの様子を見てくれ。危険が過ぎたことを確かめたい。うん、アークドロイド・ミシエル、しつこいやつ。間に合ってよかったわ。ウィレス・トーラの様子を見てきて。ファイアソングからあんな目に遭わされた後じゃドルイドの姿なんて見たくもないだろうから。デュレフと私は見張っているわ。大丈夫か、ウィレス・トーラ。あの悪のドルイドから救いに来てくれてありがとう。 あなたたちのおかげで私の命は救われたよ。だがアークドルイドが儀式を終えるのを阻止できなかった。全てはあなたの仲間のデュレフが私に聞いた物語と関係しているのだろうな。物語の中で思い出せる部分はあるか。仲間の長老たちに相談し、あのファイアソングのドルイドのたわごとを聞いた後である物語を思い出した。ベルダーマ・ウィルドが大昔にドルイド王カソレインと協力してこの場所をある儀式のために聖別したという話をね。デュレフは私が示した石板を見つけられたのかい？ああ、彼は木炭で拓本を作った。これだ。ああ、記憶の通りだ。この模様はある儀式を描いたもの。私には見慣れない儀式だがね。このシンボルはドルイド王とベルダーマ・ウィルド、グレンモリル・ウィルドを表している。なるほど。中央のシンボルがアークドルイド、ミシエルが探す霊魂だろう。なるほどね。アークドルイドがここで行った儀式について教えてくれないか。石板に描かれた儀式だと思うが順序は逆さね。これはドルイド王とウィルドがある自然の霊魂のためにとある場所を聖別したことを示している。アークドルイドの儀式はここを汚すことに成功した。彼は第二の場所でも同じことをするつもりだろう。なるほど。第二の儀式の場所を知ってるか。詳しくは知らないが、グレンモリル・ウィルドがそこでドルイド王に協力したのならバンコライのどこかにあるはずだ。なるほどね。アークドルイドは儀式場へ入るために別のウィレスを必要とするはず。呪文を完成させたら奴は自然の霊魂を召喚できるだろう。ありがとう、ウィレス・トーラ。グレンモリル・ウィルドですって？どうすべきか話しましょう。まあちょっとした知り合いはいるよ。ドルイド王はベルダーマ・ウィルドと会って儀式を行っただけじゃなく、グレンモリル・ウィルドの協力も得ていたの？そしてファイアソングはなぜかそのことを知っていたってこと？みたいだね。なんてこと。知らなかったのは私だけ。あいつらを阻止しないと。ではバンコライに行ってグレンモリル・ウィルドと話すべきだと思うか。ケイウの月の雨が栽培の月に花を咲かせるくらい確実にね。周りくどいな。急いでバンコライへ行ってウィレスがあなたに話したグレンモリルのキャンプを探しましょう。そうしよう。アークドルイド・ミシエルが第二の儀式場を破壊するのを阻止しないと。破壊して待ってんのか。私が力になれるかもしれない。バンコライへのポータルを作ろう。ウィルドのキャンプの近くまで行けるはずだ。ありがとう、トーラ。感謝するぞ。すごく助かる。ウィレス・トーラ、快晴がありますように。バンコライへ向かうことになりそうだな。手遅れになる前に到着してファイアソングの連中を阻止できるといいが、幸運と快晴を願うぞ。先に行ってくれ。ドルイド・ローレルと俺もすぐに合流する。わかった。ありがとう、おばあちゃん。
ここにも新しくキャンプできてるね。こんにちは。こんにちは。下がりなさい、ドルイド。暴力で脅そうとしても意味はないわ。私はあなたが出会った連中の仲間ではないわ。奴らを止めに来たの。そう。それであなたを信じる理由はある？彼らはドルイド・ローレルの姿を見ただけで怒ってしまったようだ。ファイアソングがすでにここに来たのかもしれん。どうやらそう。ウィレスと話したらどうだ。なんとか信用を得られればいいが。ファイアソングはここに来ていたようね。ウィレスが警戒するのも無理ないわ。ウィルドにとっては私と奴らの違いなんてわからないだろうから。彼女と話してくれる？私たちは助けに来たんだと伝えて。あなたはドルイドと一緒にいる。前に私たちのキャンプに入ったドルイドたちはすぐ暴力に訴え、私たちのある姉妹を誘拐したわ。道を開くために彼女が必要だと言っていた、うん、これ以上の流血は見たくない。でもあなたが奴らの仲間なら。あれはファイアソングドルイドだ。彼らとは協力していない。ドルイドローリルはストーンロアドルイドだ。妙ね。そんな違いがあるなんて知らなかったわ。でもあなたがそのファイアソングの仲間ではないなら、なぜここに？ここには手伝いに来たんだ。ベルダーマ・ウィルドのトーラからウィレス総茶と話すよう言われた。ベルダーマに言われてきたの？そう。それならもう遅いわ。あのドルイドたちはウィレス総茶を連れ去っていった。本当に助けてくれるのなら知っていることを教えるわ。あのドルイドたちはある自然の霊魂を探している。とても長い間眠っていた特別な霊魂をね。ファイアソングはどこにウィレス総茶を連れて行ったか知ってるか？あなたの地図を渡して。あ、教えてくれんだ。アークドルイドはある古代の儀式場について聞いてきた、うん、私たちが伝説でしか知らない場所よ。沈んだ道のどこか奥深くにある。あなたの地図に入り口を記すわ。本当に助けるつもりなら急いでウィレス総茶を救って、うん、久しぶりだなこのセリフ。できるだけのことはしよう。グレン・モリル・ウィルドは物語や伝説でしかこの古代の霊魂のことを知らない。知っているのは沈んだ道に隠された儀式場の中で眠っているということだけ。どうか儀式場を探してウィレス総茶を助けて。あのアークドルイドは私たちを痛めつけて楽しんでいるようだった。この自然の霊魂について何か教えてもらえないか？沈んだ道の下に眠る霊魂についての物語がいくつか残されているわ。物語はフリーと呼ばれる霊魂をたたえ崇拝するものよ。フリーって霊魂の名前なんだ。そうだ、ちょうどある詩を思い出したわ。目覚めよフリー、ツタのローブを着た男爵たちがお前を最も必要とするときに。ツタのローブの男爵？古いことわざよ。ドルイドはいわゆる文明を受け入れた。ドルイドは町に住む者と同様に堕落していて、私たちウィルドは侵されていない自然の美と孤立を求めた。物語によれば昔のドルイドは私たちの法を不快とみなしたという印象を受ける。そしてドルイドが異なるサークルに分かれているのは知らなかったのか？ええ、正直に言うと私たちはドルイドのことをほとんど考えていないの、うん、彼らは数百年もの間ハイロックを離れていたのだから。まあそうだよな。私たちの物語はガレンのドルイドという単一の存在のみが語られているわ。二次的な集団が形成されることぐらい予期するべきだったわね。ウィルドもそうしたのだから。確かに。ありがとうウィレス。ウィレス総茶を探してファイアソングを止めるわ。ウィレスセナ、喋れるウィレスは他にいないのか？ガーディアンは今回はついてきてはくれない。あ、いた、レイネット。そしてまた自衛できる誰かに自衛するよう教えるのね。ん？じゃないの？ウィレス、よくやったぞ。あの老いぼれ鳥が説得されるとは思わなかった。言い方が悪いぞ。これで目指すべき場所と目的も手に入れたな。沈んだ道を通ってファイアソングの首筋に熱い息を吹きかけてやろう。沈んだ道に入ってアークドルイドミシエルが自然の霊魂を解放する前に
儀式場を見つけよう。ウィレス総長も助けないと。どうしてファイアソングは暴力と破壊ばかり引き起こすの？さあ行きましょう。行きましょう。でそれはどこなの？沈んだ道ここか。そうだ。ってことは必然的にあそこにいるグレンモリーの魔女たちとも。どうやって行ったっけな。なんだ。目をそらさないで。どうした。お初のサリベン。いや、光り物を分けてくれない。宝石とかをちょっとでいいからさ。理解できない。どういうことだ。獲物だよ。金貨のために戦うものさ。少し恵んでくれない。私の金貨はどこかに行っちまってね。きっと散歩でもしてるんだ。つまり金が欲しいわけか。これでいいか。いいかって。もちろん影があんたを守ってくれるよ。もうちょっとまともな生き方しろ。ステンダールのご加護がありますように。本当に言ってんのかそれ。ここだ。どれも長いな。なんで？なんで今関係が悪くなったんだ。どれもらやっちゃダメなの。どれもらやったらダメなのかな。そんなことないよね。散々だってデッドランドで暴れてきたしな。ここに古代の儀式場の入り口があるって。なんかでも確かに不思議な場所ではあんだよな。あそこに移れるかな。行ってみようか。ほっ、届かない。いた。まだいた。そう、ここよ。なんかね、不思議な遺跡があるなって思ってたんだよね、ずっと。でもこれってあれだよね、どちらかといえばレッドガード由来な建造物だからな。そんな、遅かったわ。アークドルイドミシエルはウィレス・ソーチャーを殺してしまったわ。奴を止めないと。なんだって。くそ、ターバの息吹をもっと早くついていればウィレス・ソーチャーを助けられたのに。ファイアソングめ。だが奴らに逃げる場所はない。あの腰抜けどもに目に物を見せてやる。中で何が起ころうと俺はお前の味方だ。ドルイド・ローレルも同じ気持ちだろう。ウィレスが道を開いた直後に殺したのね。アークドルイド・ミシエルは気が短くなっているわ。腐り切った道をたがえた者め。この古代の霊魂がどんな目的を持っているのかわからないけど、ファイアソングに渡すわけにはいかない。決着をつけるわよ。そうしよう。ウィレス総長。
グレンモリルの儀式場。儀式の地か。ここからが侵入エリアだな。ゾワッカよ、守りたまえ。油断するなよ。何者かが来る。儀式場を守れ。ウルサウク、奴らを叩き潰せ。儀式は完了した。そして霊魂は混乱している。誰か、間もなくこの古代の霊魂の力はファイアソングのもの。傷つけたくはないんだけど、やらなくちゃね。なんかあの石を壊すのに理由があるのかな。定める通り、古代の霊魂はファイアソングが手にする。ここだな。で、あれは？クマか。ファイアソングのアークドルイドの力を見るがいい。この忌々しいストーンロアメ、なぜ私の邪魔をする？本当によくやったぞ。アークドルイド・ミシエルなんてお前の敵じゃなかったな。霊魂の解放に力を貸して。どうしたらいいんだ。これは古代の霊魂の拘束。明るい。目覚めた。え、肉が消えていく。この霊魂、私たちの言葉がわかるの？うるさい。あ、うるさすぎる。揺れている。ゼトの涙にかけて、お前なら話せるかもしれないな。どうも混乱しているようだ。どういうことだ。ドルドロレル、根にかけて。なんて美しい霊魂なの。霊魂なのか、実体な気がする。私たちと話したいみたい。あなたはアークドルイド・ミシエルとファイアソングから霊魂を救った。あなたの話なら通じるかもしれない。海と星々にかけて、ウィルドとドルイドがこの霊魂を召喚したのか。もっと捉えどころのない存在だと思っていたが、話が通じるかどうか確かめてきてくれ。フリー、なんかちょっと人間により近いスプリガンみたいな感じ。目覚めた。樹液が流れ、根が絡まり、あなただ。あなたが私を掘り出した。私が？私は眠っていた。いくつもの季節、緑の夢の花のように摘み取られた。
約束が花びらの中に囁かれた。求められた。古代の自然な霊魂なのか、フリー。そう、フリー。守りて、育みて、成長して形を得た花。大昔、緑によって夢見られた。それが私。王が言葉を話し、ウィルドが歌い、そしてフリーはフリーになった。明るい、眩しすぎる。ドルイド王とウィルドが緑から召喚したのか。何のために。目的。目的だ。フリーには目的がある。それは何だ。でも記憶ははっきりしない。私は世話をするもの、育みて。優しい手が大地を癒す。今は目覚めている。でもどこに。何者。血が土の中で温かくなっている。どこかへ行って。葉についた太陽、お願い。フリー、私はドルイドよ。仲間と話したら別の場所へ連れて行く。ドルイド王のように。葉に太陽の光。そう、フリーは一緒に行く。なるほどな。あの霊魂は我々と話したいがうまくできないだけらしい。まあとにかくお前はミシエルを仕留めた。この事件の謎を解く時間ができたわけだ。ドルイド・ローレルに意見を聞いてきてくれ。うん、やったわね。ドルイド王がなぜハイロックを去る前にウィルドたちと会ったのか分かった。この自然の霊魂を召喚するためだったのよ。でも霊魂の目的は謎に包まれたままね。ストーンロアの長老たちなら謎を解く手がかりをくれるかもしれないわ。これからどうするんだ。グレンモリル・ウィルドのキャンプに戻ってここで起きたことを知らせないと。ウィレス総茶のことは私たちから伝えるべきだし、アークドルイド・ミシエルがどうなったのかも話さないと。その後どうするかはウィルドに伝え終えてから話しましょう。キャンプに戻るポータルを開こう。さあ行くぞ。うるさくて明るい。血と土。目覚めた。目覚めた。目的の季節が近づいている。近づいている。不思議な子だな。フリーを魔術師ギルドに連れて行ってもいい。あそこなら安全なはずだ。いいえ、デュレフ。フリーはストーンロアサークルに連れて行くべきだと思う。ドルイドの側にね。フリーはドルイドのもの。そう。そう。目的と石。雨と太陽。ポータルは早いが、いつもまっすぐ着くわけじゃないんだ。我々は先に到着して、ウィレス・マチルデに知らせを伝えた。吉報と秘報の両方をな。まだ追い払いに来ないということは、我々の話を信じてくれたんだろう。ローレルと話してきたらどうだ？うん。魔術師とドルイドが起きたことを説明してくれたわ。ウィレス、総茶を救おうとしてくれてありがとう。少なくともあなたはあの邪悪なアークドルイドに報いを受けさせてくれた。あのファイアソングとあなたたちの違いはまだよくわからないけれど、ドルイド・ローレルからは善良な心を感じるわ。もっと柔らかい。土から引きずり出され、深く息をしている。ドルイド、
ドルイド、ローレル。フリー、私は育みって、目的を探す。うん。ユレフにも話したけど、フリーをガレンに連れて行きたいの。シストレス諸島の島よ。フリーはストーンロアのドルイドたちと一緒にいるべきだと思う。私たちならフリーの安全を確保し、目的を探す手伝いができるわ。なるほどね。ファイアソングはまたフリーを追うと思うか。彼らの本土での活動を見た後ではその可能性を否定できないわね、うん、ファイアソングは道を違えたものであることが明らかになった。ストーンロアサークルに警告してフリーをガレンに連れて行かないと。ありがとう、これを受け取って。またあなたと協力できる日が来るかもしれない。いずれ来るだろうね。ガレンがフリーにとって快適な場所だといいわね。ストーンロアドルイドは力の限りフリーを受け入れ手助けしてくれるはずよ。あなたにもまた会いたいわ。今度諸島に来るときはガレンを訪ねてきて。なぜフリーをガレンに連れて行くことにしたんだ。フリーは長い間眠っていたから、状況に慣れて自分が何者か思い出すまで時間が必要。ドルイド王と古代のウィルドがフリーを召喚したとき、どんな目的を持っていたのかを突き止めるためにも、うん、しばらく休ませないと。ストーンロアドルイドたちがいるガレンなら安全よ。なるほどね。で、サークルの仲間はフリーにどんな反応すると思う？いい質問ね。私たちは自然の霊魂に慣れているけど、フリーは特別な存在。フリーは私たちの過去とつながっているけど、その方法は私に想像しかできない。可能な限りフリーを手伝えるよう力を尽くすわ。うん。まあ、彼については聞かなくてもいいでしょう。何かをするぞ、フリーは。何かをするわけではないな。あなたと友人たちは私たちのキャンプで休んでくれていい。でも必要以上に長居しないで。あの霊魂、あなたたちがいると私たちは狙われるかもしれない。今日はもうこれ以上仲間を失いたくない。お願い、静かに暮らさせてほしいの。ごめんなさいね、騒がせてしまって。ラプトガの祝福と波のさざめきにかけて我々が顔を合わせるのはこれで最後とは思えない。そうだな。俺はドルイド・ローレルと連絡を取り続けるつもりだし、彼女はお前にまた連絡するだろう。幸運と快晴を祈っているよ。魔術師ギルドに戻るのか。少しの間な。ファイアソングの動向に彼らが関心を示すことは間違いない。だがいずれはガレンに向かうつもりだ。ドルイド・ローレルがこの件で協力を求める限り、俺は彼女についていくよ。なるほど。ドルイド・ローレルがフリーをガレンに連れて行ったのは正しかったと思うか。俺がとやかく言うことではないだろ。フリーは魔術師ギルドにいれば安全だと思うが、これは俺よりドルイドの問題だ。フリーはガレンに言うべきだとドルイド・ローレルが考えるなら、俺は彼女の判断を信じる。ガレンがフリーにとって快適な場所だといいわね。よし。というわけで、スキーバーに襲われてる。というわけで、プロローグはどうやらここまでみたいですね。なんか新しいものを手に入れたね。感情表現。これ。ちょっと使ってみる。小道具、花の贈り物。あ、花を贈れる、うん、ミリに対して使ってみようか。ミリ、花だよ。全然興味なさそう。まあいいわ。というわけで今日はここまで。